世界にはいろんな軍事兵器がたくさんあるよね。潜水艦一つをとっても、原子力潜水艦と通常動力型潜水艦に分かれるし、原子力潜水艦も戦略型や攻撃型に分かれるもんね。人の歴史は戦いの歴史だもんな。人の生活が豊かになる技術は、ほとんどが戦いに投入されているし、その逆もしかりだぜ。実際、戦いなくして人類の発展はありえなかったって声もあるし、戦いを一概に否定することはできないよね。こうやって軍事兵器の性能に手放しでワクワクできる時代こそ、平和なのかもしれないよね。もちろん、官僚や為政者たちからすれば、仮想敵国に対する抑止力やいろんな思惑があるんだろうが、一般市民が兵器に対して期待したり興奮したりできる時代は幸せなのかもしれないな。そうだね。さて、今回のゆっくりは、少し思考を変えて潜水艦の最強ランキングを独断と偏見で紹介していくよ。もちろんいろんな意見があって当然だから、視聴者のみんなも、自分はこれが一番って思う潜水艦があれば、遠慮なくコメントで教えてね。それじゃあ行ってみよう。さて、まずは原子力潜水艦版ランキングを紹介していくよ。第5位にランクインしたのは、イギリスのヴァンガード級だね。1993年に就役したヴァンガード級潜水艦は、水中排水量1万6236トンを有し、弾道ミサイルはアメリカ原子力潜水艦と同じくトライデント D5 射程距離約1万キロメートルを16機備えており、その攻撃力は現在においてもかなりのものを有しているんだ。さらにイギリス海軍は、次期戦略型原子力潜水艦としてドレッドノート級水中排水量1万7200トンの開発を進めており、2028年の一番艦配備を目標に計画されていますが、建造費高騰によりイギリス国会において野党の攻撃の的になっているよ。イギリスとしては、大西洋におけるシーレーンを各自に保持したい意向があることから、引き続き潜水艦開発に力を入れる意向を示しているみたい。第4位にランクインしたのは、アメリカのオハイオ級だな。オハイオ級潜水艦は1番艦オハイオが1981年に就役。水中排水量1ヨロズ9000トン。弾道ミサイルトライデント5を24機搭載していることで、現在でもかなりの攻撃力を発揮する潜水艦として運用されているぜ。就役通18隻中1番艦から4番艦ジョージアまでが弾道ミサイルではなく、巡航ミサイルトマホークを搭載した SSBM として運用しているな。現在、アメリカ海軍が次期戦略型原子力潜水艦コロンビア級水中排水量2万8000トンの開発を進めており、2031年の1番艦就航を目指して計画を進めているようだぜ。第3位にランクインしたのは、ロシアのボレイ級だよ。ロシアのボレイ級潜水艦は1番艦が2012年に就役しており、現在の原子力潜水艦の中でも最も若い艦齢であることから、世界最新鋭の原子力潜水艦といっても過言じゃないよ。搭載しているのは世界最新の弾道ミサイルであり、アメリカとの戦略型原子力潜水艦対決をあからさまに標榜している艦種とも言えるね。排水量は 19,711 トンで世界最大、ボレイ級の整備により既存のタイフーン級潜水艦が全て退役することで、現在就役中のロシアの戦略型潜水艦はデルタ4デルタ3とこのボレイ級となるんだ。デルタ級は1979年から1990年就航であることから、今後はボレイ級に統一する意向があると思われているの。けど、ロシア海軍の予算問題は深刻で、冷戦時代のように戦略型原子力潜水艦を整備するだけの予算が確保できない実情があり、果たしてどこまでこれらの整備計画が実現するのかは不透明なんだ。第2位にランクインしたのは、ロシアのヤーセン級だね。ロシアの原子力潜水艦には、2013年に就役した巡航ミサイル搭載型のヤーセン型もあるんだけど、巡航ミサイルを搭載した戦略型原子力潜水艦としては、世界最新鋭と考えてもいいんじゃないかな。ヤーセン級は、もともと弾道ミサイルを搭載してなかったんだ。だけど、その船体のベースとなったのは攻撃型原子力潜水艦アクラ系なんだ。アクラ級に匹敵する排水量1万7800トンの巨体を有しつつ、攻撃型潜水艦並みの高い運動性能を誇ることから、アメリカも脅威を覚えていると言われているよ。そんな高性能潜水艦ヤーセン級だけど、その建造費は16億ドルと言われており、あまりに高価格に建造が進まない実情があるようだね。そして栄えある第1位は、フランスのルトリオン3級だぜ。この潜水艦の特徴は、発生させた電気でモーターを回して推進するターボエレクトリック式推進システムを採用していることだな。このシステムの導入により、静粛性に問題がある原子力潜水艦の中でも極めて静かな潜水艦だと言われており、
他国もその技術力に注目しているらしい。また、弾道ミサイルだけではなく巡航ミサイルも搭載していることから、EU 諸国において主たる軍事力を誇るフランスの独自性を誇張するためのスラップシップ艦とも言えるだろうな。さて、次は攻撃型原子力潜水艦ランキングを発表していくよ。まず、第5位にランクインしたのは、イギリスのスチュアート級だね。排水量7519トンと軽快なイメージを持たせるスチュアート級は、イギリス第5世代攻撃型潜水艦であり、1番艦が2010年に配備されて以来、現在も新造配備が続いている潜水艦だよ。第4世代トラファルガー級よりも、空気搭載量及び静粛性が向上しているんだけど、速力に問題があり、最高水中速力も他国の同種潜水艦の、基本スペックであるとされる30ノットに満たないと言われているんだ。第4位にランクインしたのは、アメリカロサンゼルス級だな、水中排水量7124トンと、これも軽快なイメージを持たせるアメリカの潜水艦だが、すでに62隻も製造されており、アメリカ潜水艦の中ではかなりのベストセラーとなっているぜ。このベストセラー潜水艦、40番艦以降から海ロサンゼルス級と呼ばれており、現代的な潜水艦にリニューアルされているが、すでに生産が終了させており、次期型潜水艦バージニア級に更新予定となっているな。第3位にランクインしたのは、ロシアのアクラ2級だよ。アクラ級は、アメリカとソ連の冷戦時代において、ソ連がロサンゼルス級潜水艦に対抗する意味で開発された高性能攻撃型潜水艦なんだ。このアクラ級に改良を施し、静粛性を高めたのがこのアクラ2級だね。アクラ2の最終版艦デパートナーは2001年に就役しているんだけど、この時点ではアメリカのシーウルフ級に対抗することができず、後継改良型のアクラ3型もわずか2隻の建造で終了することになっちゃったんだ。第2位にランクインしたのは、アメリカのバージニア級だぜ。水中排水量7925トンのバージニア級は、先代のロサンゼルス級の次世代潜水艦として1番艦が2004年に就役している。シーウルフ級から徹底したコストダウンを図った量産型ではあるが、その性能は極めて高いようで、ロシアのアクラ級などの性能はすでに凌駕していると思われるな。見事、第1位にランクインしたのは、アメリカのシーウルフ級だね。冷戦時代、ソビエト海軍潜水艦を圧倒する性能を有する潜水艦として建造され、その高性能から冷戦際的なしとなったほどだよ。その代償として、1隻あたりの価格が21億ドルとなり、29隻建造する予定であったもののその半数にも満たない、わずか3隻で建造が中止されてしまったんだ。それじゃあ最後に、通常動力型潜水艦ランキングを発表していくよ。第5位にランクインしたのは、ドイツのタイプ214だよ。ドイツ潜水艦タイプ214水中排水量1700トンは、ドイツにおいて開発された潜水艦だけど、韓国においてライセンス生産されていることでも有名だね。韓国においては、自国内で建造が行われ、AIP スターリングエンジンを搭載した1番艦が2007年に就役したんだけど、雑音問題や航行中にボルトが緩むなどのトラブルが起き、整備運用にかなり手を焼いたみたい。第4位にランクインしたのは、オーストラリアのコリンズ級だよ。コリンズ級潜水艦水中排水量3407トンは、スウェーデンのコックマス社が設計し、オーストラリア国内でライセンス建造されているよ。1番艦は1996年に就役しているけど、就役後から問題が多く、特に水上航行が長時間に及ぶとプロペラが破損するなどの重大なトラブルが起きたほか、潜望鏡の倍率を切り替えると焦点が合わないなど、実用能力を満たすまでにはかなり時間がかかったみたい。その後オーストラリアは、次世代潜水艦として日本とフランスの最新鋭潜水艦を検討していたんだけど、結局はフランスのバラクーダ級を採用することに決定したんだ。第3位にランクインしたのは、スウェーデンのゴトランド級だぜ。水中排水量1625トンのゴトランド級は、AIB スターリングエンジンを搭載した潜水艦で1996年に1番艦が就役しているな。スウェーデンでは1960年代から原子力に頼らない通常動力型の潜水艦を開発するにあたり、スターリングエンジンの研究を進めていたぜ。第2位にランクインしたのは、ドイツタイプ212となっているよ。ドイツの最新鋭潜水艦タイプ212水中排水量7859トンは、2005年に1番艦が就役しているね。ドイツはタイプ212に開発に成功し、世界で初めて AIP 搭載型潜水艦の開発に成功しているよ。またドイツは、タイプ209など潜水艦のライセンス契約を進め、世界17カ国に潜水艦を輸出していたんだ。現在はタイプ214を輸出しているんだけど、
タイプ212の輸出については現在検討中とのことだよ。というのも、ドイツ国内でタイプ212の運用に支障をきたすトラブルが頻発して、輸出できるほどのアピールができていないのが実情のようだね。第1位に輝いたのは、我らが日本の双竜級だよ。日本の双竜級通常動力型潜水艦水中排水量4200トンは、世界に誇る潜水艦として、数多くの国から注目を集めているよね。双竜級の建造は2009年に一番艦が就航以来、継続して進められてきたんだけど、12隻目で当初の計画を終了したんだ。世界初のリチウムイオン電池の搭載艦として、世界一静音性のある潜水艦として注目を集めており、今後も海双竜級の開発計画が進められているよ。以上、種別に分けてランキングを紹介したんだけど、気になるのは中国の潜水艦が一切ランキングに入ってこなかったことかな。実際、中国でも戦略型原子力潜水艦の開発が進められ、弾道ミサイル搭載型の潜水艦の開発はすでに完了。2015年には一番艦が就航しているものと思われているよ。だけど、ミサイルの射程の問題、雑音問題の解決に手こずっているとも言われており、まだまだ日本やアメリカの後塵を拝している状況だね。今後、尖閣諸島や台湾へのいろいろ的野心をむき出しにするならば、潜水艦の面においてのさらに開発を加速させることは、間違いないだろうな。ランキングを見てみると、日本の双竜級の評価が高いのは、本当に勇気づけられるよね。双竜級の存在が、中国の横暴を抑止しているとすれば、このような技術開発にもっと力を入れてほしいって思ってしまうよね。もちろん、潜水艦だけでなく空母、護衛艦、アメリカとの連携など、総合的なパッケージのポテンシャルを高めて、隣国の脅威から日本を守ることに全力を尽くしてほしいと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。